NBA のレジェンドの一人であるカリーム・アブドゥル・ジャバーン。アラフォーからアラフィフ世代の男性であれば、バスケにそこまで興味がなくても NBA のレイカーズに所属したスカイフックで有名な選手という認識レベルは多くの人が持っているかと思います。そのジャバーのシグネチャーモデルのバッシュが今回取り上げるジャバーです。ジャバーは1989年に引退しているので、私自身は現役時代のジャバーをリアルタイムでは見れていませんが、42歳まで現役を続け、2022年現在でも NBA の歴代通算得点で1位に君臨しています。レブロンがあと2年ほど現役を続ければ抜くことになるでしょうけどね。プロバスケの世界で各ブランドと契約を交わした選手のシグネチャーモデルのバッシュをリリースするというのは、80年代半ばのマイケル・ジョーダン以降当たり前のようになったのはご存知の通りですが、1970年代だとシグネチャーはまだまだ特別だった時代で、さらにモデル名に自身の名前を冠したものになるとかなり絞られることになります。そんなここ5年以上は復刻されていないバッシュ、ジャバーを語りたいと思います。70年代のアディダスのバッシュといえば、何より70年代に NBA で旋風したスーパースターとそのハイカットであるプロモデルですが、ジャバーも NBA デビューした当初ほとんどスーパースターを履いていました。90年以降に NBA にデビューしてきたスタープレイヤーであれば、各ブランドと契約して早ければルーキーシーズンからシグネチャーモデルを作られることも普通になってきましたが、まだ70年代前半だとブランド側もそんな博打のような暴挙には出ません。ただ実際のところは、ジャバーはデビュー時からアディダスを履いていたとはいえ、専属契約していたわけではなく、所属チームがバックスからレイカーズに移る75年のタイミングでようやくアディダスと契約を交わすことになります。なのでジャバーは若手時代にプロケブズの広告にも出ていたことは NBA 好きには有名な話ですよね。そしてアディダスと契約して速攻でシグネチャーが登場します。ただジャバーは現役後半の頃はほとんどシグネチャーは履いていません。現在とは違い、当時のシグネチャーモデルというのは基本的にその選手以外には履くことができなかったので、それだけ価値のあったものだったのです。現在は一人の選手で毎年新しいシグネチャーが開発されますが、70年代でそれは皆無です。当時のバッシュは一つのモデルがマイナーチェンジされ、比較的長い期間生産され続けています。今では考えられないですよね。ジャバーも数年にわたってアディダスのバッシュとして商品ラインナップされていました。70年代に登場した他ブランドで似たモデルといえば、ナイキのブレザー、コンバースのプロレザーが挙げられますが、これらは10年以上のロングセラーになっています。この2足は過去に取り上げていますので、興味があれば概要欄のリンクからよければご覧ください。アディダスにトーナメントというモデルがあるのはご存知かと思いますが、このジャバーのアッパーデザインはトーナメントを丸々引き継いでいます。昔からアディダスでは遠目で見ると区別がつかない似たようなモデルが多いですが、この2つのモデルは似てる以上の関係性で、最初期のモデルは終端のデザインだけを変えたもので、モデル名もトーナメントのままジャバーのシグネチャーとして一般リリースされています。契約してすぐにシグネチャーを出すには開発期間もないですから、これは当然とも言えますが、突貫工事感がすごいですよね。なぜだかジャバーの登場は78年と言われることが多いですが、
これはモデル名がトーナメントからジャバーに変わったのが78年頃ということなのかと思ったりもしがちですが、これは違うので謎は深まるばかりです。80年代以前のモデルでたまに起こるシューズあるあるですが、間違いの伝染でいつしかこうなってしまったんではと思ったりしてるのですが、どうなんでしょうか。私が何かを理解していないからなのか不明です。さらに海外では71年登場の表記も若干見かけますが、これはトーナメントが登場した年ということかと思いながらも、これも怪しいところですし、1972年にはジャバーの顔のイラストが入ったモデルが存在したという記述もあり、途中で確信を持てる情報を追うのを断念しました。よく一般的に言われているのはキャンパスがトーナメントの後継モデルということですが、アディダスバッシュの時系列で見ると完全にトーナメントとキャンパスの間にジャバーが絡んでいることになるので、キャンパスはトーナメントの直接的な後継モデルではありません。しかし現在ではもともとジャバーがトーナメントとまんま同じデザインだったのにもかかわらず後継モデルという位置づけになりにくいのは、ジャバー自体マイナーチェンジを繰り返してることにあるのかなとも思います。なのでジャバーはトーナメントにデザインが近いという印象が一般的に薄いということです。ジャバーは70年代のバッシュらしくハイカットとローカットが存在しますが、マイナーチェンジも繰り返されることで時代によってディテールが違う部分が多々あり、人によってジャバーたらしめている部分が異なったりもします。特にヴィンテージアディダスが好きな人では、アウトソールに色がついたタイプのジャバーだけが好きというタイプの人もいるほどです。ちなみにこのモデルは比較的初期のバージョンで、ミッドソールとアウトソールが色で完全に分断している後期のロッド・レーバーに似たデザインになったものです。ヴィンテージのアディダス好きでないとこれがジャバーだと思わない人も多いんではないでしょうか。少し関係のない余談になりますが、個人的にアディダスブランドのハイカットに絞ったレトロバッシュで言うと特に好きなのは、90年代の頃からジャバーとフォーラムがワンツーでしたが、ここ2年ほど前からの異常なフォーラム祭りに嫌気がさしています。久々に復刻がされた当初は欲しかったものの、購入を迷ってるうちに次から次へと復刻リリースされ、あまりの安売り感満載の叩き売り状態に唖然としてしまい、気づけば自然とフォーラムとは距離を取っていました。やはり数を出す分打作が目立ちます。もともとはかなり好きなモデルではありますが、乱発されすぎたことが原因でお腹いっぱいになってしまった。ナイキのダンクやニューバランスの327などと私の中で同じカテゴリーに入ってしまった悲しきフォーラム。新たな定番モデルを目指すかのごとく鬼のような連発リリースは、一部の既存ファンに対してはこういう弊害も少なからず生みますよね。さて前述した通り、最初期はトーナメントのモデル名でリリースされていたジャバー、76年に初めて登場し、80年代初頭まで生産が続くので少なくても5年以上は継続して売られていました。ナイキのブレザーやコンバースのプロレザーと同様に、70年代までのシンプルなアッパーデザインにヘリンボーンパターンを基本としたアウトソールを持つクラシックなモデルは、80年代に入り急激に前時代的になっていくのですが、アディダスは79年にこれまた名作のトップ10をリリースしていて、ジャバーはバスケの世界でそのポジションをバトンタッチします。そして82年にジャバーはソールなどさらにマイナーチェンジされ、モデル名がニュージャバーとなり、静かに廃盤へと向かう流れですが、ニュージャバーは何年まで生産が続いたのかも不明です。
なので、無印ジャバーとしての生産は81年までのはずですが、80年代半ば以降に生産されたジャバーも存在しているので、このあたりは知らん顔でそっとスルーしておきます。70年代のアディダスということで、フランス製が多いのは言うまでもないでしょう。ジャバーはオリジナル時点でハイカットとローカットが存在しますが、6、7年の生産期間の中でデザインのマイナーチェンジが繰り返されています。実際に70年代という時代を考慮すると、もはやマイナーチェンジどころではなく、モデル名が変わってもおかしくないレベルのデザイン的な大きな変化が見られます。一番目立つ大きな点は、前述したように糸でアッパーとソールを縫い付けていないタイプのアウトソールに色がついているロッドレーバースーパーのようなソールのモデルが存在します。これは糸でアッパーとソールを縫い付けていないタイプのいわゆるセメント製法の作りなので、ここでは分かりやすくこのモデルをセメントジャバーと呼ぶことにします。おそらく一色だけの展開だったかと思うこのセメントジャバーは、比較的前期に出てきたものですが、あくまで最初期からではないので前期モデルとしてくくれません。セメントジャバーの登場は78年ですが、作られた期間はおそらく1年程度なため、これを中期モデルと呼ぶこともできないので、かなりイレギュラーなタイプと言えます。私個人はジャバーもロッドレーバーと全く同じでアウトソールに色がついたタイプは好みではありません。これは単純にアウトソールに色がついてることが好きじゃないわけではなく、頭部分がミッドソールにせり上がってるところが好きではないということです。この画像のモデルに関して言えば、そこまでせり上がってはないんですけどね。ハイカットとローカットでソールの仕様が異なる可能性もあるかもですが、それはさすがにないですかね。実のところ、ジャバーのディテールの変化を時系列で語ろうにもそこまで把握していません。ところどころ間違えてるという前提でさらっと進めます。前述した通り、76年の最初期のモデルはトーナメントジャバー仕様に変えただけで、スエード製が3色、レザー製が1色の展開でスタートしました。現在ではアッパー全体がスエードのバッシュってプレー用としては見ないですからね。この時代ならではです。80年代に出てくるキャンパスもスエード製のイメージが強いですが、キャンパスはバッシュカテゴリーとしてリリースされてはいますが、この頃は業界的に完全にハイカットモデルの時代に入ったこともあり、プロバスケの世界ではそれほど測れず、当初からタウンユース用としての側面が大きかったモデルです。キャンパスはそのうち個別で取り上げたいと思います。ちなみに70年代半ばにキャンバス製のバッシュとしてリリースされたニッツァはジャバーの廉価版というかタウンユース版のような立ち位置です。このニッツァのオリジナルカラーは2017年に初復刻された時も、往年のアディダス好き以外にはそれほど話題にもならなかったので、もともと人気がないのか OG カラーだということが知られていないのか、ナイキのバンダルのようにもう少しコアなファンがいても良い気もします。ジャバー、ニッツァと一緒にカタログに掲載されているハイポイントについては省いて話を戻します。タンのプリントは最初はスカイフックのイラストで、79年からジャバーの顔イラストになります。個人的にはスカイフックのままの方が他のイラストと差別化できて良いんですけどね。復刻モデルではどちらのパターンも出ています。オリジナルでも時代によってソールユニットが全く異なるというジャバーですが、ハイカットの場合はアンクル部分付近のデザインも好みが分かれるレベルに変化があります。90年代の復刻モデルではセメントジャバーが存在しますが、2000年以降は
おそらくですが、一足も出ておらず、セメントではないタイプだけに絞られています。今となれば、画像にあるこのタイプが、ジャバーということで完全定着していますが、オリジナルでは、画像のように色のついたバックス底のデザインがアンクル部分をぐるっと回り込んだデザイン処理になったタイプが存在します。さらに見てすぐに気づくと思いますが、このアンクル部分にラインが入ったモデルはアイステイの形状が大きく異なり、ターミネーターのようにアンクル部分のレースホールのみ内側の位置に入り込んだデザインになっています。この部分によってかなり印象が変わり、当然好き嫌いも出てきます。ここでは便宜上アンクルラインモデルと呼ぶことにします。初期モデルこそ今日ジャバーとして認識されているアンクル部分がシンプルなモデルで出ていますが、ソールに関してはトーナメントを引き継いでることもあり、ステッチでアッパーと固定されていませんが、いつからオパンケヌイになったかさえ把握していないという状況です。そして77年頃というデビューから割と早いタイミングでこのアンクルラインモデルが登場することになります。しかしシンプルアンクルモデルは80年頃になると再び登場していたような気がします。ただ仮に初期モデルのみにしかシンプルアンクルモデルが存在していないとしたら、それがジャバーとして定着しているのは注目すべき点でもあります。ちなみにオリジナルのローカットに関してはシンプルなアッパーのモデルのみの展開のはずですが、復刻モデルではアンクルラインモデルが存在し、このあたりも地味に複雑化もしています。トーガードの素材に関しても同じ時代同じレザー製のモデルでもスエード製のものとレザー製のものとが存在し、生産期間がわずか6年程度の間に大幅チェンジともいえるデザイン変更が繰り返されたり、見た目が明らかに違う仕様のモデルがジャバーとして同時に発売されていたりと、当時としては一貫性がないとも言えます。ちなみにジャバーのシンプルアンクルモデルに関しては、同じ70年代のハイカットであるアディダスのプロモデルとは頭部分のデザイン以外はアウトソールに至るまでほぼ同じ仕様です。ジャバーの印象的なカラーリングと言われて連想するのは、多くの人が白青の配色かと思います。これも結構謎な部分で特徴的な配色でもありません。70年代までのランシューやバッシュでいうと、そのモデルで代表的なカラーリングというのは基本的に白黒のシンプルなカラーか、着用する選手に関係があるカラーに合わせたものですが、ジャバーが所属した大学チームの UCLA 含め NBA で所属したバックスやレイカーズとの関連性がありません。これは地味に他のモデルではあまり見ない現象でもあるのです。むしろ個人的にジャバーに関してはスタンダードな白黒のカラーリングの印象が全くありません。もちろん存在はするんですけど、白黒の復刻は1回くらいだったんじゃないかと思いますね。基本的にオリジナル時点で存在した赤色のスエードは派手といえば派手ですが、復刻モデルでも奇抜な配色が展開されていないバッシュと言えるんではないでしょうか。これはジャバー自体がコラボや別注のベースにされることが極端に少なかったという過去が大きいですが、実際にジャバーに対してカラー展開に不満がある人すらいますからね。こういった点から見ても同時代を生き同じようなシルエットを持つバッシュのナイキのブレザー、コンバースのプロレザーに比べると華やかさで見劣りするかもしれません。70年代から90年代にかけてのバッシュが大好きな私も、この3足の中では残念ながら総合評価でドンケツになってしまいますが、カラーリングに関しては
一番ニュートラルな印象を今でも保持しています。初復刻は1996年のローカットで、この時ハイカットは出なかったと思います。この日本規格で復刻されたモデルは作りが良いことでも有名ですが、まさかのセメントジャバーでの復刻なので私は全く興味がありません。オリジナルでは生産期間が短かったタイプでの初復刻だと考えると、あえてこのデザインで企画したんでしょうけども、当時このモデルに対して違和感を持った人はどれくらいいたのか、またオリジナルのファンとしてはどういう心境だったのでしょうね。そして待望のハイカットが復刻されたのは2004年です。ジャバーの復刻リリースは2004年から6年頃にかけてと、2012年から14年頃にかけて、この期間に集中して復刻リリースがされています。といっても90年代も含めた復刻で、全てのロー、ハイ、ミッドのインラインモデルの数としては20にも届かないレベルかとは思うので、決してモデル数が多いとは言えません。2000年代半ばの復刻ラッシュからすっかり姿を消していたジャバーですが、2012年頃からポツポツと復刻モデルが再登場します。この2010年代の復刻モデルからアッパーサイドにカリームの文字が入ったモデルが数多く出ていますが、オリジナルには内処理なので、これも好みが分かれる点かと思います。私は白ベースのジャバーしか買わないこともあり、この文字が黒やグレーならまだしも、金色で入った文字は悪目立ちしてあまり好みではないこともありますが、目立つアッパー部分に関しては全てのブランドで言えることですが、オリジナルに内処理は極力やめてほしいタイプの人間でもあります。やはりレザー製の方が人気なのか、スエードモデルは90年代に復刻されているものの、2000年以降の復刻では出ていないような気さえするほど、スウェードモデルが出た記憶がありません。実際は分かりませんが、このあたりはスウェード素材自体の好き嫌いというより、個人的には完全にモデルによりけりです。例えばアディダスのキャンパスなら断然スウェード製を選びますが、コンバースのプロレザーなら白ベースのレザー製を選ぶなど、ジャバーはレザー製一択という感じですね。やはりジャバーのシグネチャーであろうと、70年代から80年代のアディダスのバッシュカテゴリーというのは、後にも先にもない黄金期で、他ブランドに比べても名作が多く、ジャバーもメジャーなモデルの一つではあるものの、この時代のアディダスバッシュで一般的にはベスト5に入るのも難しいんではないでしょうか。もちろん私は大好きなのですが、インラインの復刻モデルとしては2014年を最後にリリースされていない状態が続いていますが、過去の流れから考えるとそろそろ来そうな気もします。ということで、大して魅力を語れずほぼ日記帳状態でしたが、改めてジャバーというバッシュを振り返ると、私的にオリジナル当時のモデルの謎が多いです。90年代の頃から好きなモデルとはいえ、わずか2足の購入歴ですし、詳しく把握していないこじらせに若とも言えますが、とりあえず次に復刻される白ベースのハイカットのジャバーを心待ちにしておきたいと思います。以上、 NBA のレジェンドカリーム・アブドゥル・ジャバーのシグネチャーモデルジャバーの紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。